川崎バルカン川崎 VN1500 バルカン VN1500 バルカンは川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造発売していたクルーザータイプのオートバイの車種本校では同社バルカンシリーズのうち v n 1 5 0 0の各モデルを VN1500 バルカンとして開設する第一世代の v n 1 5 0バルカンは1987年に 発売された。輸出専用モデルであり、欧州一般市場では VN-15、北米市場ではバルカン88の名称で販売された。後に D 型以降のバルカンシリーズが登場してからも、基本グレードについては1999年モデルの A13 型まで製造された。第2世代の VN1500 バルカンは1996年にフルモデルチェンジを受け、 以降は、バルカン1500の統一名称で販売された。日本国内市場への導入は、翌年1997年モデルから行われ、1999年モデルまで販売された。2003年モデルとして、廃棄量を拡大した VN1600 が発表されて、以降も併売されたが2008年の VN1500N8 回をもって生産が終了した。 VN-15D 型以降の VN シリーズとは別系統。北米仕用の名称、88は 1442cc の排気量を表すキュービックインチ単位。C 型以前の VN シリーズとは別系統。ありがとうございます。